今回もです。俳優さんや声優さんが悪役を演じるのが楽しいと言っているのをよく耳にします。格闘ゲームではプレイアブルキャラならバランス調整は必要になりますが、それでも悪役キャラのデザインは楽しいとかはっちゃけてるとかそういうのってあったりしますか？それでは今後もはちゃめちゃなキャラクターをお待ちしています。あーなるほど。あー確かに、悪役キャラか、どうなんだろうね。まあキャラデザー俺わかんないな、正直。キャラデザーの方の悩みって俺そんなにわからんわ。その吉原さんとかが上げてくるのに対して、いやこういう方がいいなとか、俺はこれがいいと思うみたいな、その判断というか、まあ、言ったりするんだけど、自分でそのなんだろうな、こういうデザインでとかっていうことって絶対ないから、あ、まあそういう立ち位置作ってないからね、ウニは。知らんのだけど、まあ、確かにな。でもやっぱなんかボスとか悪役とかポジションがはっきりしてるキャラのデザインは、作品のそのなんつうの、世界観みたいなの広げるのにすごい役立つから、絶対楽しいとは思うんだよね。もうとにかく悪役にしようぜとか、とにかく笑い物にしようぜ、笑い物違うな、あのギャグ担当にしようぜとかわかんないけど、振り切れてるキャラの方がデザインってなんか楽しそうだよね。それは絶対そう。まあバトルの部分のデザインで言うと、俺は結構そのなんだろう、昔その駒投げは悪人説みたいなの、昔フォーゲーマーさんかなんかのやつで話したことあるんだけど、格闘ゲームのキャラクターが持ってる技性能の性善、あのいいか悪いかみたいな話、主人公系とか、あの清く正しい主人公が使うような技のタイプと悪役が使うような技のタイプってあると思うんですよみたいな話を俺はしたのね、昔。そのまあそこで言ったのは、まあシンプルにやっぱ投げは悪でしょって話をしたのよ。投げは悪だし、そのなんつうの、セットプレイ、設置する技からそのなんだ崩してくるみたいなのがメインのキャラクターとかって結構悪じゃんみたいな、っていうみたいな話をしたんだよね。だからその時何だったかな、まあ例えば鳴上優とかさ、あいつその途中で駒投げを手に入れたじゃん。なぜかあの走っててボンってこう掴む、なぜか投げを手に入れたんだけど、あいつちょっとやっぱ悪になったなってその時俺は思いましたね。あのペルソナっていうゲームのさ、その立ち位置というか、あれがしっかりできているというか、プレイヤーのやり方で、まあ、ある意味でさ、その悪いやつにもなれるとは言わんけど、なんかいろんなのができるのが RPG のキャラっぽくていいなって俺は思ったりしたわ。いろいろ持ってるじゃんあいつ。まあ基本的にだから突っ込んでくるんだけど悪じゃんみたいな。あとはその相手を技をすごい押し付けてくるキャラ、正義感を持ってすごい押し付けてくるキャラはまあ正義なんだけど、まあその性格を表してるみたいな感じがあって、俺はそういうの結構好きだね。だから、あれか、そのワーグナーとかの時にそんな話したのかもしれん。あの、本人は正しいと思ってるんだけど、相手からすると、いや、それは悪だろ、みたいな。それはちょっと強すぎるわ、やめてくれよ、みたいな。だからワーグナーは突進技2つの中段2つなんだよね。まあ、本人は別にいいと思ってんだけど、やられてる側からすると、ちょっとやりすぎだろ、みたいな。みたいなね。そういうところが技の性能で表現できるのは、これ結構好きだね。なんで、まあそういうキャラが作れるのを、作れたりするんで、まあボス、違う、悪役か。悪役キャラとのデザインとかは多分おもろいなって思うね。はい。こんな感じです。お便りいただき、ありがとうございます。